何が起ころうと僕は君を守り続ける。君は僕の目をまっすぐ見つめて信じていればいい。ですね、まあ去年、まあ、1年前ちょうどねライブやらせていただいて、その時にね MC でずっと話してた話があって、私ビッグ1からですね、歌う公務員って言って、小平のね地域の歌をいっぱい歌ってるんです。いろんなこう小平の例えば、ね、丸ポストの歌とかね、それから、ふるさと村の歌とかで、まあ、プロモーションビデオみたいなのを撮って、ふるさと村で映像を撮ったりしてあげたり、そんな活動をやってて、歌う公務員なんて言ってて、今年の4月ですね、に実は、まあ、アルバムを出したりしたんです。まあ、これ一応宣伝ですね、これね。こういうアルバム、ファイという、ね、アルバムを出したんですね。2000円で販売中でございますが、まあ、それは置いといて、まあ、新聞に何回か、朝日新聞さんと読売新聞さんと出していただいて、結構大きく取り上げていただきました。まあ、コロナの、ね、中でいろんなこう皆さん迷ったり悩まれている、いろんな気持ちあるよねと思って、まあ、自分もいろんな体験をしました。身近な人を亡くしたりもしましたし、まあ、お仕事の方でね、特に音楽やってるから音楽関係のお店がやっぱすごく苦労されててね、まあ、営業をこう休んでみたり短くしてみたりやめてみたりね、いろんな大変な思いされてる、そういう中で、まあ、なんかできないかなっていろいろこう活動もしてたりして、そこでちょっとこういる割とむさ苦しい感じのおじさん方がいるんですけど、一緒の仲間たちでして、で小平の、音楽をねいろいろ盛り上げようっていうようなことで、小平でいろいろ活動しているミュージシャンの、映像とかね集めて曲をこうサイトに上げたり、まあ、そんな活動もやりました。まあ、いろいろとこう、まあ、思いも募ったりもして、そんな中で、まあ、アルバムにして曲をまとめようっていうことで、私の師匠さんである北の国からのギター、わかりますかね、北の国からって、ですね、あれをこう弾いてる坂本昌司さんという、まあ、佐渡正さんとずっと一緒にやってた方ですけど、お師匠さんなんですけど、その方に相談して一緒にアルバムを作ってね、それで4月に出したんです。まあ、その中にいろんな曲をこう入れてみました。小平を歌ってる曲もあればそうでない曲もあって、で、まあ、去年ねちょうどライブをやる時っていうのがね、うちの息子、私ね子供4人いるんです、こう見えて、まあね、大変だったんだよ昔、ね、ある年ね4人いてね、それがね一番上がね就職活動し就職の試験ですよ。その次が大学入試、その下が高校入試、一番下が中学入試、全員重なっちゃったの。超無計画な話で、えらいことになっちゃってね。そんで、まあ大変だったりもしたんですよ。まあ、で、去年ね、まあありがたいことに一番上の長男が結婚したんです。でもね、コロナでね、やっぱり結婚式できないの。できなくてね、それできないできなくて大変だ、っていう、ちょうど時期にライブをやらせていただいて、そういうまあ曲もね、まあ、ちょっと後でやるんですけどやらせていただいたりしてね、もうね、それは皆さんすごく一緒にこう気持ち入れてこう聴いていただいたりなんかしたなって、去年ね思い出がありますけれども、次にやる曲はね、この長男に捧げた曲なんですよ。結婚して去年ね籍を入れて式を挙げられないっていう状態のまま仕事変えちゃったの。仕事辞めてね、で次の仕事をってことを探し出したわけで、そんな簡単にいかないのね、連戦連敗で、あっち行っては落ちてこっち行っては落ちてって暗い顔して帰ってくるんですよね。で、まあ前々にもいろんなことがあって、まあ、彼に送る曲を作りたいなと思ってて、まあ原型があったんですけど、今回こうレコーディングの中で、形がこうちょっと一つまとまってね、青2歳という曲を作ったんです。もともと私がねいろいろ仕事で悩んでいる時に、私の仕事の先輩が言ってくれた言葉があって、ね、
向いてる向いてないとか自分で決めるんじゃねえよ、そういうのは周りが決めんだよ、お前一人で考えてんじゃねえ、お前ちゃんと仕事できてるからいいんだ、一生懸命やってるから言ってくれたんですね。まあそんな言葉をこう息子にもこうかけてあげたくて、まあ直接言うのはねちょっと照れくさいから、まあまあボソボソとは言ったんですけど、うん、それもちょっと曲にこうしてみたいなっていうことでね、形にしてみた。聴いていただこうと思います。青2歳という曲です。うまくいかなかったんだろう、顔色見ればわかるよ、答えはいつでも一つじゃない。誰かの話をよく聞いてごらん、まずは全てを受け入れて、答えはいつでも絞り出すもので、綺麗なものとは限らない、限らない、青いさ